完成したワールドトレードセンター本校ではワールドトレードセンターの建設について記述する。ニューヨーク市におけるワールドトレードセンターコンプレックスの建設はデイビッド・ロックフェラーが指揮を執る都市再開発プロジェクトとして計画された。計画の狙いはローアーマンハッタンの再活性化の促進だった。このプロジェクトはニューヨーク・ニュージャージー港湾公社によって推進され、港湾公社は ツインタワーの構想を提示する建築家、ミノル山崎を起用した。多岐にわたる協議の末、港湾公社を管轄するニューヨーク州、ニュージャージー州の領州政府は、マンハッタンドアーウエストの一角、ラジオローチ区におけるワールドトレードセンタープロジェクトを支援することで合意した。合意形成のためのニュージャージー州側への情報として、港湾公社は債務超過に陥っていた。 ハドソンマンハッタン鉄道の買収を承諾した。通勤客をニュージャージーからローアーマンハッタンに運ぶ。この路線は、港湾公社による買収に際して、パスと解明された。ワールドトレードセンターのツインタワーの設計には、チューブ構造が採用され、テナントに柱や壁による区切りのない開放的な間取りを提供することができた。タワー外周に、 チューブ上に配置された計236本の鉄骨支柱が構造強度の多くを担い、さらに延直荷重をビル中央の47本のコア支柱と分担することでこの設計を実現していた。床はチューブ上の外壁とコア支柱との間に針を渡すことで形成され、柱や体力壁のない広いフロア空間を得ていた。ツインタワーのエレベーターシステムは スカイロビーと呼ばれる乗り換え階を活用し、スカイロビー階にのみ停止する急行エレベーターと、それぞれの区画内の各階に停止するエレベーターを組み合わせたシステムだった。このシステムにより、タワー中央部の構造コアは小さく抑えられており、フロア面積の大部分をオフィス面積として使用できるようになっていた。ワールドトレードセンター、特にそのツインタワーの設計、構造には、 他にも多くの革新的技術が導入された。具体的には基礎工事に使用されたスラリー壁工法や各種の風洞実験などが挙げられる。ワールドトレードセンター北島の建設は1968年8月に着工した。翌1969年には南島の建設も始まった。大量のプレハブ部材の使用によって建設速度は加速された。 北東は1970年12月に、南東は1972年1月に、それぞれ最初のテナントが入居した。ツインタワーに加えて、1970年代には4棟の低層ビルが、ワールドトレードセンターコンプレックスの一部として建設された。1980年代中頃には7棟目のビルが完成した。百四十二年、オースティン・ジェイ・トービンが、 公安公社のエグゼクティブディレクターに就任した。その後30年にわたってトービンはこの役職にとどまり続け、ワールドトレードセンターの計画と開発を監督していくこととなる。世界貿易センターを設置する計画は第二次世界大戦終結後の時期に立案された。当時のアメリカは経済的な繁栄を謳歌しており、貿易額も増加傾向にあった。 1946年、ニューヨーク州議会は、世界貿易センターの創設を求める議案を通過させた。州議会の決定を受けて、ワールドトレード社が設立され、同社にこのプロジェクトを計画するための委員会が設置された。委員会のメンバーは、当時のニューヨーク州知事トマス・イー・デューイによって、選任されていた。 建築家のジョン・エバーソンとその息子ドリュー・エバーソンは10ブロックにわたる敷地に21のビルを建設するプランを提示し、その計画に必要なコストを1億5000万ドルと試算した。1949年、ワールドトレード社はニューヨーク州議会の命によって解散され、世界貿易センターの建設計画は保留されることとなった。第二次世界大戦後の時期における、 マンハッタン地域の経済成長は主にミッドタウン地区に集中していた。ミッドタウン地区の繁栄は1930年代に建設されたロックフェラーセンターによっても促進されていた。ミッドタウンの繁栄の陰でローアーマンハッタン地区は後継期から取り残され繁栄を享受することはなかった。ローアーマンハッタンの経済的停滞における一つの例外はデイビッド・ロックフェラーによる フィナンシャルディストリクトでのワンチェースマンハッタンプラザの建設だった。ロックフェラーは当時、ローアーマンハッタンにおける都市再開発計画を主導する人物だった。1958年、ロックフェラーはダウンタウンローアーマンハッタンアソシエーションを創設し、ダルマはスキットモア・オーイングズ・メリルにローアーマンハッタン再活性化計画の立案を依頼した。 1960年6月末に一般公開されたこの計画は、イースト川沿いの13エーカーの土地、すなわち東西にオールドスリップからフルトンストリートまで、南北にウォーターストリートからサウスストリートまでの範囲の敷地に世界貿易センターのコンプレックスを建設するという内容だった。この案におけるコンプレックスには全長900フィートにわたる、 コンベンションセンターや上層階の一部をホテルとして使用する50階建てから70階建てのビルが含まれることになっていたその他の商業施設として、一つの映画館と複数のレストラン、小売店舗の入居が予定されていた。この案では、また新たな証券取引所ビルの建設も含まれており、ダルマはニューヨーク証券取引所をそのビルに移転させることを希望していた。 デイビッド・ロックフェラーは、公安公社の関与が、この計画を実現するにあたっての、現実的な道筋であると提言した。ロックフェラーは、この貿易センターの設置が、ニューヨーク港を介する、国際的な小取引を増加、促進するための大いなる手助けになると主張した。公安公社のエグゼクティブディレクターである、オースティン・ J ・トービンは、ニューヨーク市の国際貿易における重要性を踏まえ、 このプロジェクトで建設されるものは単なる世界貿易センターではなくワールドトレードセンターという唯一の存在であるべきだと語った。1年に及ぶ入念な計画の検討を経て1961年3月11日、公安公社は正式にワールドトレードセンタープロジェクトへの支援を表明した。ワールドトレードセンターの所在地と当初の 候補地計画の実現には、港湾公社を管理、監督するニューヨーク州とニュージャージー州からの認可が必要だった。当時のニュージャージー州知事、ロバート B ・メーナーは計画への反対を表明した。メーナーは、ニューヨークがこの3億3500万ドルの巨大プロジェクトを獲得することに対して不快感を抱いていた。当時、ニュージャージー州運営の H&M 鉄道は、 経営不振であり、1927年には1億1300万人を記録した年間利用者数は、その後ハドソン川を渡る自動車用トンネルや橋が開通したこともあり、1958年には2600万人まで急激に減少していた。1961年も終わろうとしていた頃、人気終了を控えたメーナー知事との WTC 計画をめぐる交渉は、 袋工事に入っていた1961年12月、当ーは新たに当選した時期ニュージャージー州知事、リチャード・ j ヒューズとの会談を行い、WTC プロジェクトを西方の当時ハドソンターミナル駅が存在した敷地に移転することを提案した。港湾公社が H&M 鉄道を買収する場合、老朽化していたハドソンターミナル駅の施設とその他のビルも 公安公社が取得することになっていた。1962年1月22日、ニューヨーク州、ニュージャージー州の両州政府間で合意が形成され、公安公社による H&M 鉄道の買収、及びマンハッタンローアーウエスト地区における WTC の建設が認可された。公安公社による H&M 鉄道の買収に加えて、 ニュージャージー側からのアクセスに好都合な立地に WTC が移転したことがニュージャージー州政府をプロジェクトへの支持に導いた。ニューヨーク州、ニュージャージー州、そして港湾公社の3社による合意が達成された後も WTC 計画をめぐる論争がやむことはなかった。WTC の建設予定地はラジオロと呼ばれる地区にあたり、この地区には何百もの商工業者、 不動産所有者、小規模事業者に加え、約100人の住民が存在していた。WTC 計画の実行には、この地区の事業者に立ち退きを求める必要があり、一部の事業者はこの動きに対して猛烈に反発した。1962年6月、立ち退きの対象となる約325の商店と、 約1000の小規模事業者を代表する団体は、公安公社の土地収容権に異議を申し立て、立ち退きの差し止めを請求した。公安公社と事業者団体の法的な争いは、ニューヨーク公訴裁判所に持ち込まれたが、同裁判所は1963年4月、計画は公共の利益をもたらすものであるとして、公安公社による土地収容を指示した。 1963年12月、合衆国最高裁判所は、控訴を棄却する判決を下し、立ち退きが実施されることが確定した。州法の下では、公安公社には、事業者の移転への支援が義務付けられていたが、多くの事業者は、公安公社による援助を不十分なものとみなしていた。建設作業が開始された後も、 公安公社による計画の実施は本当に正当であるのかという疑問は解消されなかった。一部には WTC プロジェクトを検討違いの社会的優先事項とする声もあった。1964年頃には山崎による110階建てツインタワーの建設を含む大規模な計画は一般に公表されており、民間の不動産デベロッパー及び ニューヨーク不動産協会のメンバーは公的に強く助成された WTC のオフィスが一般市場に解き放たれ民間業者と競合することに対しての懸念を示した。当時、不動産市場はすでに物件の供給過剰状態にあった。中でも当時のエンパイアステートビルディングの所有者ローレンス・エーウィーンは計画をこわだかに批判した。エンパイアステートビルディングは WTC が完成した時点で世界一高いビルの称号を失うことになっていた。ウィーンは計画に反対するため建設業者による団体合理的ワールドトレードセンター委員会を組織した。この団体は WTC プロジェクトの規模を縮小することを要求した。1964年1月、公安公社はニューヨーク州政府と契約を結び、 州政府の行政機関が WTC に入居することが決定した。公安公社は1964年の春から夏にかけて営利目的のテナントとの契約を結び始めた。1965年、公安公社はアメリカ関税局とのテナント契約を結んだ。公安公社にとっての最後の関門はニューヨーク市長のジョンリン税と ニューヨーク市議会から認可を得ることだった。ニューヨーク市は、公安公社が、プロジェクトの交渉、討議にあたって、同市の関与を限定的に留めていたことを疑問視していた。ニューヨーク市と公安公社による交渉の焦点は、税金の支払いに関するものだった。1966年8月3日、両社は最終的な合意に達し、公安公社は、 WTC に入居した民間のデナントが使用する面積分の税に相当する金額を毎年ニューヨーク市に納付することとなった。その後の数年間で固定資産税の引き上げに伴い、公安公社のニューヨーク市に対する納付額も引き上げられた。ツインタワーの典型的なフロア構成とエレベーターの配置1962年9月20日、公安公社は 主任建築家として、ミノル・ヤマサキを選出したことを発表した。同時に、エメリー・ロスサンズ社が、共同設計者として指名された。ヤマサキが当初、公安公社に提示した構想では、それぞれ80階建てのツインタワーが建設されることになっていた。ヤマサキは、ツインタワーの構想について、単純に多数のビルの一段を建設するという選択肢も、あったが、それでは、 公営住宅のように見えただろうと語った。1964年1月18日、山崎によるワールドトレードセンターの設計が一般に公開された。発表には高さ8フィートの模型が使用された。ツインタワーは一辺が約207フィートの正方形平面を持っていた。タワーの設計上、オフィスフロアの外窓は一つに付き幅18インチと、 細長いものになっていた。幅の狭い窓は山崎の高所恐怖症の繁栄であり、フロアにいる人間が高度による恐怖を感じることがないよう配慮した結果だった。山崎による設計はツインター正面のファサードをアルミニウム合金で被覆することを求めていた。港湾校舎はツインタワーに千万平方フィートのオフィス面積を要求したため、 各タワーは110階建ての超高層ビルとして設計された。建築物の高さを制限する大きな要因の一つはエレベーターであり、ビルが高層なものになるほど、行き先階の異なる多数のエレベーターを設置して、輸送能力を確保しなければならず、大量のスペースが浪費されることになる。この問題を避けるため、山崎らはスカイロビーを活用するエレベーターシステムを導入した。 大人数を収容する急行エレベーターがスカイロビー界に直行しスカイロビー界でそれぞれの区画内の各階に停止するエレベーターに乗り換えるというシステムだった各タワーの44階と78階に設けられたスカイロビーによって効率的なエレベーターの運行が実現されるのと同時にエレベーターシャフト数の削減により 各階の使用可能面積が62%から75%に引き上げられた。WTC は、シカゴのジョン・ハンコックセンターに続き、スカイロビーを採用した2例目の超高層ビルだった。スカイロビーのシステムは、各駅停車駅と急行停車駅が存在する、ニューヨーク市地下鉄の運転系統に触発されたものだった。オリジナルの建築模型。現在この模型は、 ニューヨークのナショナルセプテンバー11メモリアルミュージアムに常設展示されている。サウディビンラディングループと共に、サウジアラビアのダーラン国際空港の設計を手掛けていた山崎は、WTC の設計にもイスラーム建築の特徴を取り入れた。ツインタワーに隣接するプラザは、メッカを模しており、地面に描かれた巨大な四角形、泉。 広場の中心から放射状に広がる模様に、それを見て取れる。山崎によれば、このプラザは、ウォール街の窮屈な通りや歩道から解放してくれる、メッカのような場所であった。WTC の外観は、アメリカ建築家協会の他複数の団体によって、美的観点から批判された。歴史の都市やその都市をはじめとする多くの都市計画についての著作を持つルイスマン・フォードは、 WTG を含む最新の超高層ビル群について金属とガラスでできた書類用キャビネットに過ぎないと評した。テレビ放送の事業者は WTG のツインタワーがニューヨーク都市圏の視聴者にテレビ電波の受信障害を引き起こすのではないかとの懸念を示した。この懸念を払拭するため、公安公社は WTG に新たな放送用設備を設置することを申し出た。 アメリカ自然史博物館の林廻協会はツインタワーが渡り鳥の生態へもたらす脅威を指摘して WTC プロジェクトに反対した。山崎の建築設計を実現するため構造エンジニアリング会社ワーシントンスキリングヘルジャクソンはチューブ構造を発展させツインタワーの構造設計として採用した。基礎設計は公安校社のエンジニアリング部が担当し、 電気系統の整備には、ジョセフ・ R ・ロリング・アソシエイツ社が携わった。ビルの機械的設備は、ジャロス・ワウム・ボールズ社が担当した。ティッシュマン・リアルティ・コンストラクション社が、WTC プロジェクト全体の、ゼネラル・コントラクターとして選ばれた。公安公社の世界貿易部部長がイ,カイトゾーりと、同社の主任技術者リーの M ・モンティがプロジェクトを、監督した。 港湾公,公社は仲裁的な機関であり、ニューヨーク市の地域的な法律、規制の適用は受けなかったが、港湾公社は WTC に携わる建築士と構造エンジニアに対して、ニューヨーク市の建築基準法を遵守することを要請した。WTC の構想が検討されていた時期には、1938年に定められた古い建築基準法に変わる。 新たな法律の策定作業が行われていた。最終的に構造エンジニアは、草案段階にあった1968年度の新建築基準法に基づいて構造設計を行うこととなった。この新建築基準法では、以前の法律の下では、不可能な先進技術を導入した設計が可能となっていた。WTC の典型的なフロア平面図。 WTG のツインタワーには超高層ビルの建築構造設計における新基軸が多く取り入れられた。先進技術の活用によりツインタワーは過去に類を見ない高度に到達し完成当時の世界一高いビルとなった。従来の超高層ビルでは建物荷重を支持するためフロア内に柱の骨組みを分散して設置する必要があり。 柱によってフロア面積が分断されていた。ファズラー・ラーマン・カーンによって考案されたチューブ構造は当時の超高層建築における新規軸であり、より多くの面積をテナントに貸し出すことができるのと同時に柱や壁による区切りのない開放的な間取りが可能になっていた。ツインタワーの外周構造は高強度、高体力の構成外周柱を密に配置したもので、 フィーレンディール加工と呼ばれる強固な外壁構造を形成していた。タワーの各外壁面には59本の外周柱が短い間隔で立ち並んでいた。外壁面の長さは一辺あたり210フィートだった。タワーの四隅には射角が付けられていた。外周柱は事実上すべての水平荷重を負担し、加えて延直荷重の一部をコア柱と分担するよう、 設計されていた。WTC の構造解析は、主に IBM-1620 を用いて行われた。ツインタワーの外壁構造は、大量の規格化されたプレハブ部材を使用することにより、組み立てられた。1個のプレハブ部材は、フロア3階分の高さの3本の外周柱を、体上のスパンドレル量で接合したものだった。外周柱は一辺が14インチの正方形の、 断面を持ち、4枚の後半を溶接してつなぎ合わせることで作られた。外周柱の板厚と鋼材の規格は階層によって異なり、使用される鋼材の幸福強度には3万6000から10万重量ポンドごと、平方インチの幅があった。高層階では支持する必要のある重量が減少するため、板厚鋼材の強度は、高層階になるほど減らされていた。 中部構造の採用により、従来の設計に比べて必要な鋼材は40%減少した。7階から地上外、基礎までの範囲では、外周柱は10フィートの間隔で設置されていた。すべての鉄骨柱は地下深くの岩盤で支持されていた。岩盤はミッドタウンマンハッタン地区の浅い岩盤とは異なり、地表面下65、85フィートの深部に、 一致していた。スパンドレル量と外周柱は溶接によって一体化され、規格化されたプレハブ部材として建設現場から離れた外部の組み立て工場で製作された。1個のプレハブ部材は奥行き、高さはフロア3階分という寸法だった。隣接するプレハブ部材同士はボルトで接合され、接合部にあたる外周柱とスパンドレル寮の中央部には 継ぎ目が生じた。スパンドレル寮は各階に設置されており、外周柱まで先端応力を伝達することで水平荷重に対して複数の外周柱が一体となって抵抗することを可能にしていた。プレハブ部材は継ぎ目を持つ外周柱が同じ機材橋で隣接しないよう、ずらして配置されていた。ツインタワーの構造コア部分にはエレベーターシャフト及び 多目的シャフト、トイレ、3箇所の非常階段、空調、その他の補助的スペースが設けられていた。構造コアは87、135フィートの長方形のチューブ形状をしており、岩盤からタワー最上部まで伸びる47本の鉄骨柱を含んでいた。コア柱の板厚は66階から最上部に向けて徐々に減らされており、形状に関しても低層部では、 溶接組み立て箱型断面柱が構想部では H 型断面柱が用いられた。設計上 1WTC の構造コアの長手方向は東西に 2WTC の構造コアの長手方向は南北に向いていた。コアには各タワーのすべてのエレベーターとすべての非常階段が位置していた。非常階段は 機械設備外に差し掛かると、急行エレベーター設備室を迂回するためコアを一旦離れ、2カ所の迂回用階段に接続し、接続ツールを介して、再びコアに戻ってくるよう設計されていた。この設計により、2001年9月11日に航空機が突入した際も、2 w t c の A 階段は通行可能な状態を維持することができた。 複合的な床トラス構造のズコア柱と外周柱との間に針を渡して床を形成することにより一本の柱も体力壁も存在しない広々とした空間が存在した。床構造は無数のプレハブ化された床トラス部材によって形成された。ツインタワーにおける床構造は自らの重量とフロア上のカツ重を支持するのと 同時にタワーの外壁構造に水平荷重に対する安定性を与え、また風荷重が外周柱まで分配されることを可能にしていた。フロアは厚さ4インチの軽量コンクリートスラブを高性ッキプレートの上に打設し、先段接合で一体化したものだった。フロアを指示するのはメイントラス部材につなぎトラス部材を直角に取り付けた格子状の構造だった。 トラスのスパンは60フィートのトラスと35フィートのトラスが場所によって使い分けられた。トラスは外周柱2本に対して1つの間隔で取り付けられ、トラスとトラスの間には深深6.8フィートの間隔があった。取り付けの方法としてトラスの上限材がタワー外壁のスパンドレル両上に溶接された台座にボルトで固定された。反対側でも 同様に、トラスの上限材が、コア柱に溶接された針に、ボルトで固定された。一方、トラスの下限材は、粘弾性ダンパーと呼ばれる装置を介して、タワー外壁のスパンドレル量につながっており、このダンパーの作用によって、フロアにいる人間が感じる横揺れを低減させる構造になっていた。 ツインタワーの107階から110階にかけては、ハットトラスと呼ばれる構造が存在していた。ハットトラスは、各タワーの最上部に設けられる高い通信アンテナの荷重を支持できるよう設計されていた。しかしながら、実際にアンテナが置かれたのは 1WTC のみだった。ハットトラスは、構造コアの長手方向に沿って6列。 短手方向に沿って四列のトラスを排して組み上げたもので、アンテナの指示の他に、タワーの外周柱とコア柱を連結し、両者の間での荷重の再分配を行う機能を持っていた。耐火比複材を吹き付けた構成の外周柱、コア柱によるチューブ構造は、エンパイアステートビルディングのような伝統的な建築物と比較して、より軽量であるが柔軟性があるため風荷重に、 大して横揺れしやすい性質を持っていた。WTC の設計には、コロラド州立大学とイギリス国立物理学研究所での風洞実験が用いられた。風洞実験により、ツインタワーがさらされる設計用風荷重の算定、及び風荷重に対する構造物の応答の算定が行われた。ビル内部の人間が耐えられる横揺れのレベルも、 実験により評価された。被験者は無料の視力検査という名目で集められたが、実際の目的は再現されたビルの横揺れを与えることで、被験者がどの程度の横揺れまで問題なく耐えることができるかの評価だった。多くの被験者は否定的な反応を示し、めまいなどの体の不調を訴えた。横揺れを低減するため、主任技術者の一人でスリー・ロバートソンは、 アランジーダベンポートとともに、年弾性ダンパーを開発した。タワーの外壁全体にわたって、年弾性ダンパーが、床トラス部材と外壁の接続部に設置され、いくつかの他の構造上の改良とともに、横揺れを許容できるレベルに抑えた。WTC を手掛けた構造エンジニアは、タワーに航空機が衝突する、可能性を考慮して、構造設計を行った。 1945年7月、濃い霧の中で方向感覚を失った B-25 爆撃機がエンパイアステートビルディングの78階から79階にかけて突っ込むという事故が起こっており、それから1年後の1946年には、ある航空機が40ウォールストリートビルに衝突していた。1946年には、 また別の飛行機がエンパイアステートビルディングへの衝突を済んでのところで回避する事件も発生していた。レスリー・ロバートソンは WTG の設計にあたり、ボーイング707や、それに類するジェット旅客機が JFK 空港、もしくはニューワーク空港への着陸を目指して比較的低い、スピードで飛行中に濃い霧によって方向感覚を失い、 ツインタワーへの衝突に至るというシナリオを個人的に考慮していた。アメリカ国立標準技術研究所はツインタワーの構造設計に関する3ページのホワイトペーパーを発見したが、この文書は Z 旅客機が速度600マイル毎時で衝突したという想定による分析が設計にあたって実際に行われていたことに言及していた。しかしながら、ニストは この分析の証拠書類そのものを見つけ出すことはできなかった。ツインタワーの高構造部材の一部は吹き付け耐火材料で耐火被覆を施されていた。コア柱の耐火被覆には基本的に石膏ボードと SFRM の組み合わせが使用されたが場合によっては石膏ボードのみが用いられた。外周柱の耐火被覆は室内側の一面ではバーミキュライト石膏が 残りの3面では SFRM が用いられた。1968年に改定されたニューヨーク市建築基準法では以前のものと比べて防火基準がいくつかの点で緩和されていた。1968年の新建築基準法に沿って設計された WTC のツインタワーにはそれぞれ3カ所の非常階段が設置されていたが、 以前の建築基準法では各タワーに6カ所の非常階段の設置が義務付けられていた。1970年4月、ニューヨーク市大気資源局は WTC の建設作業に従事する委託業者に対して断熱材としてのアスベストの使用を停止するよう命じた。1975年2月に発生した火災の後は構造部材の耐火被覆が追加された。 1993年の世界貿易センター爆破事件後に実施された調査によってツインタワーの構造部材に耐火被覆の不足があることが指摘された。港湾公社は耐火被覆の回収に取り組んでいたが完了した回収作業は2001年のテロ発生時において北東で18回分、南東では13回分にとどまっていた。1968年の ニューヨーク市建築基準法は、高層ビルでのスプリンクラー設備の設置を義務づけていなかった。建築基準法に従い、当初スプリンクラーは WTC の地下立体駐車場にのみ、設置されていた。1975年2月に発生した大規模火災を受け、公安公社はツインタワー全体にわたって、スプリンクラー設備を導入することを決定した。 1993年までに 2WTC のほぼ100%、1WTC の85%にスプリンクラーが設置された。2001年には WTC コンプレックス全体で設備の刷新が行われた。建設中の南島とスラリー壁によるバスタブ構造1965年3月、港湾校舎は WTC の建設予定地にあたる土地の取得を開始した。AJAX レッキングランバーコーポレーションが解体工事の請負い業者として雇われ、1966年3月21日、WTC の建設用地を確保するための解体作業が開始された。1966年8月5日には非公式が行われ、 WTC の基礎工事が開始された。WTC の建設用地は埋め立て地であり、岩盤は地下65フィートに位置した。基礎工事を始めるにあたり、ハドソン側からの水の侵入を防ぐため、建設用地のウエストストリート側に沿ってスラリー壁を施行し、バスタブと呼ばれる構造を築く必要があった。この手法は従来の排水法では、 深い基礎を持たない周辺のビルが地盤沈下を起こすため代替手段として考案されたものだった。スラリー壁工法では掘削作業を行うのと同時にスラリーと呼ばれるベントナイトの混合物を溝に注ぎ込み溝をスラリーで塞ぐことで地下水の侵入を防ぐことができた。掘削作業が完了すると構成のケージをスラリーで満ちた溝の中に挿入し続いて コンクリートを注入すると、スラリーはコンクリートによって溝から押し出された。スラリー壁工法の採用は、公安校舎の主任技術者ジョン・エム・カイル・ジュニアによって、公安された。1966年の終わりにかけて、スラリー壁の試行作業が開始された。イタリアの建設会社、インプレーザ・コストルツヨーニオ・ペレ・スペチアリザーテ参加の、アイコンダ社が工事を主導した。 スラリー壁の施行は建設用地の内部で掘作を始めるためには必須だったが、その完了には14ヶ月を要した。建設用地の地下を通り、パストレインをハドソンターミナル駅に導くトンネルは、新たにワールドトレードセンター駅が1971年に完成するまでの間、高架トンネルとして利用された。1968年8月、 北島の建設作業が開始され、翌1969年1月には、南島の建設も始まった。1967年1月、総額7400万ドルの契約が発注され、パッカー、ラクレードスチールカンパニー、グラナイトシティスチールカンパニー、そしてカールコッチエレクティングカンパニーがプロジェクトへ、建設用鉱材を供給することとなった。コスト削減策として、 港湾公,公社は、ベスレヘムスチールや、US スチールのような一社の大手鉄鋼メーカーから、大量の鋼材を調達するのではなく、一社あたり、少量の鋼材を、複数の業者から調達する方法を取った。建設現場でのクレーンによる吊り上げ作業は、カール・コッチ・エレクティング・カンパニーが、全面的に受け負った。アルミニウム製ファサードの設置はアルコアに依頼された。 1967年2月にはティッシュマンリアルティコンストラクションがプロジェクト全体の建設工事の監督者として雇われた。建設中のワールドトレードセンター外壁構造と床トラス構造を大量のプレハブ部材を使用して組み上げることにより建設プロセスの加速とコスト削減が果たされるのと同時に品質管理の向上も実現された。構成の建築部材は ジャージーシティにあるペンセントラル鉄道の創車場に輸送された後、早朝の時間帯にホランドトンネルを通って建設現場に送られ、現場でクレーンによって所定の位置に設置された。より大型の建築部材はタグボートを利用して建設現場に輸送された。WTC の建設には超高層ビルの建設に適した特殊なクレーンが使用された。動力を搭載し、 油圧を利用して、建材を釣り上げる。この、ファブコスタンダード2700というクレーンは、オーストラリアニューサウスウェールズ州のファブレモート社によって製造されたことから、カンガルークレーンの愛称で呼ばれた。1970年、タグボートの労働者がストライキに入り、建設現場への建材の輸送が中断された。公安公社はヘリコプターによる輸送などの代替手段を模索したが、 ヘリコプターはキルバンカル海峡に建築部材を落下させてしまった。建設作業は他にもいくつかの不足の事態に見舞われることとなった。食い打ち機が電話線を粉砕し、電話サービスがローアーマンハッタン地区で使用不能になったこともあった。1970年3月16日にはプロパンガスのタンクにトラックが衝突し、6名の作業員が負傷する。 爆発が起こった。WTC の建設が完了するまでに合計で60名の作業員が事故によって命を落とした。1970年12月23日、1WTC の上等式が行われた。同様に、翌1971年の7月19日には 2WTC の上等式が行われた。 北東の最初のテナントは1970年12月15日に入居した。1972年1月には南東に最初のテナントが入居した。1973年4月4日、ツインタワーの落成式が行われた。前年に公安公社のエグゼクティブディレクターを辞任していた、東敏はこの式典に出席しなかった。 WTC の建設で掘り出された土砂は120万立方ヤードに上った。膨大なコストをかけて、遠くの海やニュージャージー州内の埋め立て処理場に輸送する代わりに、これらの土砂はウエストストリートを挟んだハドソン川を埋め立てるために使われ、マンハッタンの土地面積を拡張した。1967年1月5日、三橋の解体作業が開始され、1910年、 ゴロに作られた7番桟橋から11番桟橋までも解体の対象となった。バッテリーパークシティの造成計画をめぐって、ニューヨーク州知事ネルソン・ロックフェラーと、ニューヨーク市長ジョン・リンゼー、デイビッド・ロックフェラーの間で対立が見られたものの、解体工事は進展して行った。ワールドトレードセンターから運ばれた土砂を埋め立てに、使用するため土砂をせき止める。 セル式加工遺跡が建設された。この埋め立て工事の結果、ハドソン側に向かって700フート張り出す、全長1484フィート、452メートル、6ブロックにわたる土地が造成された。埋め立てにより生まれた土地は、ニューヨーク市にとって、天からの贈り物だった。造成されたバッテリーパーク式内で開発が行われることにより、ニューヨーク市には、 さらなる税収がもたらされることとなった。当初、港湾公社が推定した WTG の建設コストは3億5000万ドルというものだったが、これは楽観的な数字だった。1966年12月、港湾公社は改めて費用の見積もりを実施し、推定建設コストを総額5億7500万ドルと発表した。この発表を受けて、 民間の不動産デーベロッパーやニューヨークタイムズ、その他のニューヨーク市民はプロジェクトへの批判の声を強めた。批判者はこの推定額が非現実的なほど安く見積もられていると非難し、プロジェクトの完了には7億5000万ドルが必要になると予測した。WTG のツインタワーが完成するまでに公安公社が費やした総建設コストは9億ドルに達していた。 プロジェクトに必要な資金は、公安公社が発行する免税債によって調達された。WTC コンプレックスは、ツインタワー以外にも、4棟の1970年代に建設されたビルを含んでいた。マリオットワールドトレードセンターが置かれた22階建てのサンワールドトレードセンターは、 スキットモア・オーイングズメリルによって1978から1979年にかけて設計された。4WTC、5WTC、6WTC はいずれも8階建てから9階建ての低層ビルでツインタワーと同じチームが設計を担当した。1980年代中頃には 7WTC が WTC コンプレックスから通りを隔てた北側の 敷地に建設された四七階建てのこのビルはエメリー・ロス・サンズ社によって設計され、コン・エジソンの変電所の上に建てられた。長い年月の間にツインタワーのテナントの要望に応えるために数多くの構造的改修が行われた。改修工事は公安公社のテナントによる変更の評価マニュアルに沿って実施され、変更が ビルの構造健全性に悪影響を与えないよう、公安公社が改修内容を検閲した。多くの改修工事は床に穴を開けることで新たな階段を設置し、フロアとフロアをつなぐために行われた。テナントがオフィスに持ち込んだ膨大な量の書類などによる活荷重に対応するため、タワーのコアでは構成の梁に補強が施された。 1993年に発生した爆破事件により、1WTC の低層階の構造部材に対する修復工事が必要になった。爆発によって、地下1階と地下2階が最大の被害を受け、地下3階も重大な構造的ダメージを被っていた。主な構造柱には損傷が見られなかった一方で、補助的な鉄骨部材には一定のダメージが認められた。 爆発で吹き飛ばされた床構造は外周柱を支持していたため修復してその機能を回復する必要があった。爆発と爆発による床スラブの喪失によりスラリー壁は危機的状況にさらされていた。コンクリート製の床スラブはスラリー壁にハドソン側からの水圧に対抗するための水平支持力を与えていた。 WTC コンプレックス全体の空調を担う地下5階の冷却設備は激しく損傷しており、1993年の夏を前に仮設の冷却システムに置き換えられた。1993年の爆発は自動火災放置設備の重要な配線、信号装置も破壊しており、コンプレックス全体で火災放置設備を交換する必要が生じた。 新たな設備の導入には数年を要し、2001年9月の時点でも一部の機器の交換作業は完了していなかった。ありがとうございます。